皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いてご一緒に聖書から教えられてまいりましょう。本日は2020年12月10日の木曜日、聖書の箇所はダニエル書、旧約聖書ダニエル書11章20節から35節。タイトルは偽りと欺きの道、確固とした信仰の道です。私たちが大喜びで主の福音を述べ伝えていくことができる、そのことについてご一緒に教えられてまいりましょう。ダニエル書11章20節から35節。彼に代わって一人の人が起こる。彼は国の栄光のために税を取り立てる者を行き巡らすが、数日のうちに怒りにも戦いにもよらずに滅ぼされる。彼に代わって一人の卑劣な者が起こる。彼には国の権威は与えられないが、不意にやってきて巧みな言葉を使って国を奪い取る。彼の前では洪水のような軍勢も、契約の君主さえも一掃されて打ち砕かれる。彼は同盟を組んだ後で欺き、少ない人数で勢力を増していく。彼は不意にその州の肥沃な地域に侵入し、彼の父たちも父の父たちもしなかったことを行う。彼はそのかすめ奪ったもの、分取り物、財宝を自分たちの間で分け合う。彼は計略をめぐらして要塞を攻めるが、それは時が来るまでのことである。彼は勢力と勇気を駆り立て、大軍勢を率いて南の王に立ち向かう。南の王も非常に強い大軍勢を率い、奮い立ってこれと戦うが、抵抗することができなくなる。南の王に対して計略を巡らす者たちがいるからである。彼のご馳走に預かる者たちが彼を滅ぼし、彼の軍勢は押し流され、多くの者が刺し殺されて倒れる。この二人の王は心で悪事を図りながらも、一つの食卓についてまやかしを言い合う。しかし成功はしない。終わりはまだ定めの時を待たなくてはならないからだ。彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰る。彼の心は聖なる契約に敵対してことを行い、彼は自分の国に帰っていく。定めの時に彼は再び南へ攻めていくが、この二度目は初めの時のようではない。キティムの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆して引き返し、聖なる契約に生きり立ってことを行う。彼は帰っていって、その聖なる契約を捨てた者たちに心を向けるようになる。彼の軍隊は立ち上がり、砦である聖城を犯し、ジョークの捧げ物を取り払い、荒らす忌まわしいものを据える。彼は契約に対して不誠実に振る舞う者たちを公言をもって堕落させるが、自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。民の中の賢明な者たちは多くの人を悟らせる。彼らは一時は剣にかかり、火に焼かれ、囚われの身となり、
かすめ奪われて倒れる。彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少なく、彼らに組みする者には巧みな言葉を使う者が多い。賢明な者たちのうちには倒れる者もあるが、それは終わりの時までに彼らが練られ清められ白くされるためである。それは定めの時がまだ来ないからである。わしが若い頃にアメリカの神学校で勉強をし始めた頃、最初の頃にですね、この伝道学というクラスがありまして、伝道の基礎っていう多分クラスだったと思うんですけど、そのクラスでこのスモールグループになって、そしてそれぞれのこのイエス様を伝えていくこの働きをこの分かち合っている時に、ある白人のですね、アメリカ人の白人のこの男性の人がですね、日本ではこの福音を伝えるのは難しいんだっていうことを聞いてるけれども、アメリカも同じだからねっていうふうに言っていました。ここも同じだから、そういうふうにですね僕に言ってくれたのを思い出します。私たちがですね、このイエス様のことを伝えるのは、この国は簡単でこの国は難しい、まあ、確かにですね、日本は、このキリスト教を受け入れていくっていうか、イエス様を信じる人は少ないのかもしれないですけれども、しかしですね、このアメリカがそのキリスト教の国で、そしてまあその政治的にですね、このキリスト教が影響あるからといってですね、必ずしもこの伝道することが、福音を伝えることが簡単かといったらですね、まあ、そういうことでもこのないようです。ですからですね、私たちはこの、まあ、キリスト教の国だろうが、そうじゃなく仏教国だろうが、イスラム教国だろうがですね、まあ、イスラム教の国だと殺されたりするからあれですけども、でもですね、いずれにしてもこのいろんな問題や困難がある中で、このイエス・キリストを述べ伝えていく、そのことにはですね、まあそのこと自体にもちろん、困難なことっていう、まあ、そういうことがですねあるということをこの覚えておく必要がありますよね。で、特に日本では、まあ、キリスト教の人口が少ないということで、このマイノリティコンプレックス、少数者であることに対するこのコンプレックスを持っている人たちも、まあ、いるかもしれないですけれども、でも私たちがこのイエス様を信じるときに、まあ、クリスチャンの人口が多いとか少ないとかそういうこと関係なくですね、大喜びでこのイエス様を伝えていくことができるということを今日のテキストから教えられていきたいと思うんです。で、今日のテキストはですね、ダニエル書の11章20節から35節ということで、まあ、ダニエルがですね、この神様からこの幻をもらって予言をするわけですよね。この2、まあ、2世紀、紀元前2世紀頃のこの状況ですよね。北のシリアの国、この、まあ、基本的にはペルシャとエジプトの間に挟まれて、このユダヤの国っていうのはあるわけなんですけれども、まあ、その時にこの、まあ、北のこの、まあ、ペルシャの国からこうシリアの国って言われるようになるんですけども、その、国のこの王様っていうのが北から出てきてですね、そしてこのいろんなこの、まあ、ユダヤの人たち、神様を信じている人たちに対して、まあとんでもないことをすると、いうことがこの書かれているわけです。実際ですね、この歴史の本を読むとですね、この聖書の通りになっているわけですよね。ですから私たちがこのことが本当に歴史の中でこの起こったことだということをですね、覚えつつも、でもイエス・キリストを信じているということはですね、一体じゃあもし私たちが、まあ、今そう同じようなですね、この王様が現れてですね、このとんでもないことをする王様が現れた時に、まあ、どういうふうに私たちは対応できるのかということです。まあ、歴史的にはこのアンティオコス4世エピファですっていうらしいんですけど、これはその神様が現れた王っていう、そういう意味があるぐらいですね、まあすごい、まあ日本の天皇陛下は昔は荒人神って言われたんですけど、この神が人間になったっていう、もうそういう王様なんだっていうわけです。で、当然ですね、そういう王様ですからね、この、まあ、自分と神様のどっちが偉いかって言ったら、もう自分の方が偉いって僕言わなくちゃいけないわけだから、この、すごいことをするわけなんです。で、いろいろ戦いはあるんだけれども、ずっと読んでいきますとですね、31節にこう書いてあります。彼の軍隊は立ち上がり、砦である聖女を犯し、ジョークの捧げ物を取り払い、荒らす忌まわしいものをせるって書いてます。これは、まあ、エルサレムの神殿にですね、この偶像礼拝をこの持ち込んでくるっていう、まあ、そういうことで、これは第二テサロニケ2章の4節にですね、不法のものが現れた時にそうなるよっていうことが言われているわけなんですけども、実際にそういうことがもうすでにこの、起こってるわけなんですね、紀元前2世紀に。で、これはですね、まあ、
唯一の神様を礼拝しているユダヤ人たちにとってみればですね、これとんでもないことだし、とんでもないことなんだけども、実際そういうことが起こって、自分たちの信仰っていうのがですね、このすごいこうダメージを受けるっていうか、迫害を受けるっていうか、そういう状態の中にあるわけなんです。でその時にですね、まあ私たちイエス・キリストを信じる人たちの素晴らしいことは何かっていうとですね、この目に見える神殿っていうのが崩壊しても、実はこの私こそが神殿だって言われる方、このイエス様がおられるっていうことですよね。これ素晴らしいことじゃないですかね。この神殿を壊してみなさい、私はそれを3日で建て直すってイエス様はおっしゃったわけなんですよね。まあ第二ヘロデ神殿させてね、言ったわけなんですけど、でそれはイエス様の復活を表しているわけです。ですからですね、私たちが今もし同じようなことが起こったとしても、っていうかどうか別としても、どこでだって礼拝できますよ。蘇ったイエス様がお祝いして主を賛美すれば、まあ場所なんかですね、ほぼ関係ない、まあ、コロナが起こってですね、この礼拝堂が閉ざされて、そしてインターネットでこのオンラインで礼拝するようになったりとかしてる人もいるだろうし、少人数しか集まれないからですね、まあ、3人ぐらいで家で礼拝してる人もいるかもしれないし、まあそれはまあ特別な状況だとしてもですね、大事なことは、蘇られたイエス様が私こそが本当の神殿なんだと言ってることですよね。ですから私たちはですね、迫害の中で主を賛美するんです、だからまあなんていうか、まあ、いろんなねことが起こって、霊的な戦いだとか、コロナがあって大変だとか、まあ、いろんなことがあって、まあ、大統領選挙が起こって、もういろんなことがあってやってますけど、大事なことは何かって言ったら、変わらず、ね、蘇りのイエス様をお祝いし続けることだっていうことです。日曜ごとに私たちは本当に、まあ、場所とか状況とかいろいろあるかもしれないけれども、まあ、何は何でもですね、とにかくイエス様をお祝いしよう、こういうことがですね、私たちにできるっていうことは本当に素晴らしいことじゃないかなと思うんですよね。私もですね、地下グランドホテルのところで日曜日の朝礼拝してるんですけどね、行ったらもうカタカタカタって教会作ってね、15分ぐらいで作って、それで礼拝、何の問題もないですよね。夜も別のヨガスタジオ借りて礼拝してるんですけど、何の問題もなく礼拝できます。大事なことは、礼拝者、礼と誠を持って礼拝する人がいるかどうか、本当にイエス様、十字架で死んだ私たちの救い主イエス様は3日目によみがえって今も生きてるんだ、どんな王様よりも、どんな迫害よりも、この復活のイエス様、イエスがよみがえられたということはですね、何よりも強い。でこのことをですね、私たちはまず第一番目に覚えるときに、もうそれだけでこのイエス様のことを伝えることができますよね。第二番目は何かっていうとですね、第二番目は、実はこの王様がですね、アンティオコス4世がですね、この神殿を汚したというだけではなくて、このユダヤの大祭司っていう人たちもですね、もう堕落してたわけですよね。お金でこの大祭司の立場をもらう、まあ当時のユダヤの世界っていうのはユダヤ教が支配してますからね。だからこの大祭司になるっていうことは政治的な権力と結びついてますから、だから賄賂を渡して、そしてこの大祭司になるっていうですね、そういうことが起こっているわけです。で私たちの、まあ、起こっちゃいけないけどですね、キリスト教もですね、もしかしたら教会のキリスト教の指導者がですね、堕落するかもしれないですよね。まあなっちゃいけないことだけど、でも私たちがたとえそういうことがあったとしてもですね、イエス様こそが大祭司である、イエス様こそが教会の頭である。なんでかって言ったら、イエス様だけが私たちに罪の許しを与えることができるからですよ。イエス様がですね、ユダヤ教の人たちのところに現れて冒涜したって言われるわけなんです。で一番イエス様が神の子供だっていう、神様と自分を等しくするっていうことのポイントは、罪の許しを与えたことなんです。だからユダヤ教の人たちはですね、勝手に罪の許しを与えるなって、まあそれはね、イエス様が神の子でなかったら、もう罪の許しを与えることができるのは神様だけですから、これはとんでもないことですよ。でも大祭司っていうのはですね、このユダヤ教をこのぐるぐる回してですね、そしてこのユダヤの人たちがみんな神の民として生きることができるように、生贄を捧げてって、こうやるのが仕事ですよね。でこれが堕落してしまうということは、罪の許しがどこにもなくなっちゃうということですよ。だからイエス様は弟子たちに、あなた方が地上でつなぐものは天においてもつながれているって言って、教会を新しくですね始めるわけですよね。
で、その頭は誰かって言ったら、蘇られたイエス様ご自身ですよ。だから私たちはですね、クリスチャンの集まりに人々を招いたら、そこで中心になっているものは罪の許しですよ。私たち一人一人がイエス様によって罪許された喜び、それを分かち合うことによってイエス様のことを伝えていくことができるわけですね。そして3番目は何か言ったらですね、3番目はここに書いているように、この殉教っていうことですよね。34節に、彼らが倒れるとき彼らへの助けは少なく、彼らに組みする者には巧みな言葉を使う者が多い。賢明な者たちのうちには倒れる者もあるが、それは終わりの時まで彼らが練られ清められ白くされるためである。それは定められの時がまだ来ないからであるとあります。つまり私たちがイエス様を信じて十字架を述べ伝える時にですね、迫害を受けたり、まあ、場合によったらですね、殉教すると、倒されると、ね、でそういうことがある時に、私たちはそのことを通してでもですね、私たちがイエス様を述べ伝えることによって迫害を受けることを通してでもイエス様のことを伝えることができる。ステパノはですね、パウロたちが迫害している時にですね、サウロですね、殉教していく。でもそのことを通してやがてあのサウロがイエス様と出会ってパウロになって宣教が進む。神様の働きは私たちの受ける迫害や殉教さえも用いて前進する。でそのことをですね、覚える時に、まさにどんな時でも大喜びでこのイエス様のことを伝えることができる、そのことをぜひ覚えていきたいと思います。いかがでしょうか。私たちはさまざまな社会的、経済的、政治的、いろんな状況の中でこの生かされています。それは神様が私たちをその場所に置いてくださっているわけなんですけれども、その場所が何だったとしても、私たちは変わらずよみがえのイエス様をお祝いし、そして教会は罪の許しを分かち合い、そして私たちがイエス様を伝えるときに、たとえ迫害を受けても私たちは大喜びして主の栄光のために歩んでいくことができる。そのことをですね、ぜひ覚えつつ、今日も主のご栄光のために生かしていただきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしいご愛を覚えて心から感謝します。イエス様は十字架で死んで3日目によみがえって今も生きています。私たちはよみがえのイエス様の証人として、空っぽの墓の証人として今日も生かされ、そしてたとえ迫害を受けることがあったとしても、私たちはいつもイエス様によって罪の許しを分かち合い、どんな人もこのイエス様によって救われることができる、そのことを明かしていくことができるように、神様どうぞ導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。